どうもメリッサです。今回はオールライングライブ打線を使ってリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。このライドラ打線もですね、結構新しいメンバーが入ってきてるんですが、今回ピックアップするのはこのショートの高橋周平選手でございます。2ヶ月ぐらい前にね、この激闘の高橋周平選手が最強周平選手やという動画を出したんですが、この2022年シリーズ2の周平選手を当たった瞬間ね、即継承してしまいました。はい、まあ、あの動画もね、信じてくれた人には大変申し訳ないんですが、この周平選手がねどうしてもライドラ打線に欲しいなと、必要不可欠だなと思ったので継承いたしました。理由がですね、このショート適性なんですよね。特殊で C 乗るこのショートの適性、これがね中日純正にもライドラ純正にも結構ね重宝するんじゃないかなと思っております。補給もめちゃくちゃ高いですし、ショートねレギュラーシーズンでそんなに多くは守ってないんですけど、 C に乗るということで結構これ高いですよね。ライドラ打線、中日純正ともに強打のショートの選手がねいてくれたら非常に助かるので、今回ね継承してきてまいりました。このショート適性はね価値があると思いますね。特殊能力の方は超ラインドライブ、高角打法、回粘り打ちということで、激闘の周平選手と比べてもまあ同じぐらいの強さかなと正直もう2ヶ月前と言ってることちゃうやんとちょっと突っ込めるかもしれないんですけど、まあ高角打法、回が維持されてるというのがでかいですね。まあ激闘はね 100% アップなんですけど、まあ 60% で超ラインドライブでパワープラス級されるんで、少し下がってしまったこのミートパワーもね、補うことができるんじゃないかなと思います。レベルはね、すぐ今すぐ上げてください。その他に新加入となってるのはライトの GG 佐藤選手、先日動画にした GG 選手と、あとセカンドの堀選手の加入も大きかったですね。であと DH の森野選手はちょっと単体でね動画を撮りたいぐらいなんで、まあ、今回はねどんぐらい触れるかわからないんですけど、ちょっと使っていきたいと思います。左バッターしかいなかった、ライドラ打線に結構ね厚みが、GG 佐藤選手、堀選手、周平選手のおかげで厚みが増しましたね。いやー今回もちょっとねやっていくのが楽しみなんですが、ぜひともね動画の方最後までよろしくお願いします。ということで1試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。 OK 特殊能力発動、ラインドライブで高速の方でミートパワーが上がっていきますよということで、相手ピッチャー藤波さんですね。さあライドラ打線、久しぶりのライドラ打線なんでちょっとね楽しんでやっていきたいと思います。さあ高角打法が発動した周平選手はもう右にも左にも強い打球打てるんで、ちょフォアボールやめてほしい。ちょ真ん中来て、真ん中来い。 OK ナイスバッティング。メーカーいいわ。いや今のマジチェンジアップなんてもうさ、もう知らんて。あ、オッケー、ナイスバッティング。外引っ張っちゃったけど、GG さん。このね、この低弾道感がね、ちょっとライドラだよね、本当にね。まあ、鳥谷選手がね、まあライドラ打線では、まあ有名なんですけど、鳥谷選手、高角打法持ってないんですよね。しかも周平選手は特殊すれば、守備 C、まあ最低限、まあ、超最低限の C ありますし、まあ高角打法、バッティングに特化したライドラオーダーを組むためには、まあね、周平さんの力がね、不可欠になってくるんじゃないかなと思います。まあ、鳥谷さんからの代打周平さんとかでもいいですしね。オッケー、ナイスバッティング。さあ、周平さん以外でめっちゃ打てる。金本選手、マジでナイスバッティング。で、森野さんね、今回使ってるんですよ。なぜなら、糸井さんがね、スピ解放してて、オッケー、ナイスバッティング。育成途中なんですよね。いや、森野さん強。うん。で、堀さんも強。ちょっと待って、もう周平以外でめっちゃ打つやん、もう。やめてよ、そういうの。いい感じにラインドライブと高角打法発動したんだけどな、周平選手。うん、まあこういう時もあるよね。よし、オッケー、ナイスバッティング。さあ、周平さん2打席目ありそうだね。おおショート最強は俺やぞと、言わんばかりの特殊能力。うわー、待って、嫉妬はやめて。鳥谷選手の守備はマジで捨てがたいですけどね。うん、正直。はい、オッケーね。あー、待って、今のライトライナーか。ちょっと今のはショック。さあ、2イニング目ですね。宗選手も強いからね、普通に。まあ、高角打法ないけど、守備も上手いんで、結構重宝してる、純正では。オッケー、ナイスバッティング。まあ、現役純正だね。スピリーグでは絶対活躍してくれるんで。いやー、なんも出ないか。いやー、1打席目で決めておきたかったね。こういう時は、単打狙いでいいんよ。危ない。2打席連続ライドライナーなるとこだった。外野前進で助かりましたね。
先日ね動画にした GG さんなんですが、いやちょっと待ってGG さんなんですが、今のところマジでボンがないでしょ。あーファール、打っていきたい。超える超える、あーレフトライナー。ちょっと今のはカーソルずれたかな、さすがに。周平選手全くこの試合目立ってないけど、あーまあライドラーで結構打ててるからボツらないで動画化するわこれ。うん、よし、オッケー、ナイスバッティング。いや、金本選手、久しぶりに使うとめっちゃ打ちやすいんだよな。いや、森野選手、得のも出ないか。あーあー、まあ、それと同時に悪いとこも出てる気がするわ。さあ、2試合目のやっていきたいと思います。4点取られちゃったんで、何度か取り返していきたいですね。で、相手マー君か。結構なんか能力削られんな。最新シリーズなんだけど。うん。で、相手のマー君は、去年のやつですね。うん。特殊能力で結構削られてんな。うん。おー。いや、まあ、インコースなかなか来ないと思うけど、まあ、引っ張った方がね、広角打法出てないんで、ヒット性能高いと思う。OK ないっすね。まあ、周平選手、特能的には1番バッター結構向いてると思うんで。OK ナイスバッティング、これこれこれ、まあ、これでいいんですよね、ラインドライブは。 OK ナイスバッティング。3つ目の特殊能力がね、チャンスとかじゃなくて粘り打ちなんで、まあ、これもね、まあ、意外と癖がありそうでない意外とシンプルな特能なんで、結構僕の中では好きですね。ジジさん、こういうの、いやちょっと詰まってる。うーん、超4なんで A ランク1は欲しいんだけどな。なんならもうスピ解放したいぐらい強い選手なんだけど。 OK ナイスバッティング、えぐ、このホームラン突き刺すような当たり今のもうなんつんだろう、もうアーティスト×ラインドライブみたいな、すごい飛び方してる今で。森野さんも続いていく、いや入りはしないか。まあでも打球早いね。さあ堀選手、今回は特能何も出ずと。堀選手もセカンド最強ライドラーぐらいの強さなんで、いけボールうまい、これ技術なんですね、技術です。はい、オッケー、いやー結構落ちるな、そんな落ちるんだ。さあ、2回裏ですね。なんとか逆転したいんですが、これ、何番だ？鳥谷選手は。OK、ナイスバッティング。周平選手で同点逆、あるいは逆転弾みたいなことある。宗選手で出塁して、周平さんでさよならスリーラン打つわ。うん。いや、これミート打ちでもいいんだよな。迷うけど、いやー、こいないか。で、広角打法発動せずか。特能運がないですね。周平もうめっちゃ、めっちゃもうユニフォーム泥だらけやん。 OK ナイスやん。いやー今日は周平さんの動画なのよ、メイン選手なのよ、打たしてください。 OK、 もう何してんねん、もう、うわちょっと待って、マジ負ける、勘弁してくれ、これ引退です。はい、さあ3試合目のやっていきたいと思います。いやーもう時間ないからね撮影し直す時間が今ないんすよ。だからね、動画をねボツるわけにはいかないので、この試合も綺麗にコールド勝利を決めていきたいと思います。でついでに周平選手でホームランも打ちたい。うん、まあライドラ対戦でね、周平さん今後も絶対使っていくんですけど、まあ、普通にサードで使うっていう選択肢もありますよね。うん、サードで使う、まあ、宗選手をかけた方ないから、まあ、それでも強いんですけどね、宗選手は。うん、まあ、鳥谷選手、今年登場する可能性、OB で登場する可能性も全然あると思ってるんで、取れる、取れる、取れる、OK、ナイスプレイ。ああ、そういえば、新井さん、新井さんのも欲しいですよね、サードのライドラーといえば、今年から監督、あ、来年か、監督に就任されるんですけど、まあ、一応ね、今年は OB 大賞なんで、今年の OB で登場してからの、TS で登場、なんか半年に1回登場みたいなパターンも、ありえると思うんで、ぜひとも出してほしい。うん、まあ、阪神版でもいいから出してほしいね。うん、ゲッツ、周平さん、ナイスプレー。さっきから結構守備機会あるんですけど、周平さん、割と動いてくれるんだよな。さあ、来い。いや、もうなんで特能出ないの、なんで、まあいいや、ホームラン打てばいいんでしょう。相手流し打ち警戒か。それは周平さんを舐めてる気がするよ。さあ、粘り打ち発動。粘り打ちってミートこんなに上がるんだ。プラス8かな ?9 かな ?OK!OK!、OK OK、いやー惜しい、飛距離十分やん。結構上がるね。ミートも全然もう見た目が違うもんね。OK! 超える、絶対超える、これは。うん。もうごめん。
って能力能力がさちょっと最近削られちゃってるじゃないですか。それがちょっと露骨に出てる気がするね。オッケー、ナイスバッティング。いや打球速いね。GG さんのヒット性能はマジで高い。オッケー、超える超える、よしオッケー。いやもう金本選手の動画やん、もう金本選手この動画で、ね、無双してるんだけど。相手流し打ち警戒、ちょっと技見せるわ。ちょっと技見せます。オッケー、引退。シャイニングスター